私が講義をさせていただきます。夏ですので省エネということでですね、他の方に休んでいただこうかと。それと今日はお祭りがあるということで私この日を選んだんですけども、なんか半分ぐらいしか出ないよっていう話だったので、随分今日多いんでですね、私喋るときは少ない方がいいなと思って、あちこちのお祭りに合わせて日にちを選んだんですけど、残念ながら結構な方が来ていただきましてありがとうございます。それでまず最初事務連絡でございます。1点皆さんにお願いいたします。この次8月の26日の土曜日ですね、守谷市民大学の公開講座が行われます。それで、今皆さんの資料配ってありますけれども、日本のブランド温泉という題目でやっていただくことになっております。話を聞くと前回も配ったそうなんですが、非常に出席者がピンチでございます。まあ正直な話するとですね、ここにいる方が全部出ていただけると70名ぐらいになるのかなと。でつまりそこだけ引いていただければ今の現在の参加者分かるんじゃないかと思いますので、一つぜひ、いろんな用事あろうかと思いますけども、組み合わせて出席の方をお願いいたします。合わせてですね、一人ぐらい連れてきていただくともっとありがたい話でございますので、よろしくお願いいたします。それでは今日私この中でプロフィールと紹介いたしますので、よろしくお願いいたします。勉強をします。見える具合どうですかね。これいつも大体この電気消してやっておりますので、これでやっていきたいと思いますけども、よろしいですか。ありがとうございます。それではこれで進めさせていただきます。はい、改めまして、石川でございます。よろしくお願いいたします。でこの写真は一番最初の写真なんですが、写真だけ見ていただきたいと思いますけども、 JAL の整備工場へ行った時の写真です。今年の3月です。で非常にこの行った方ご存知だと思いますけども、滑走路のすぐに接したところにこの整備工場がありまして、一本前がもう滑走路ということで、そこへ我々行った時はどんどん着陸してきました。非常に迫力あるですかね、感激して帰ってきたところでございます。まあ、こういった親父の会の主催の写真、今日全部で100枚ほどありますので、写真だけでも見ていただければと思います。中にはこの中に参加している方も時々出てきますけども、まあ、黙って聞いていただきたいと思っております。そもそもですね、親父の会っていうとですね、皆さん何を連想しますか。我々は団塊の親父、仲間作りの会って言ってるんですが、親父の会っていうとですね、一般的に小学校の親父の会、あるいは中学校の親父の会っていうのが多いんです。で、そもそもこの小学校の親父の会とか中学校の親父の会、今皆さんの方がご存知かもしれませんが、 PTA 会が女性ばかり、つまりお母さんだけが出席するというので、なんとかお父さんに出てもらおうということで、十数年前にこういったあれが施策がなされたということで、全国的にこういう親父の会、小学校中学校の親父の会というのがあります。はい、今出ました写真は茨城県の障害学習センターで親父の会ネットワーク推進連絡協議会というのがあるんです。ここの会長さんです。ここに我々も加入してるんですが、ここで親父の会の座談会というのが行われた時、出席した時の話ですが、大体茨城県で親父の会っていうと8割方この小学校中学校の親父の会であるということで、他の2割はどんなのかなというと、我々の親父の会、それとですね、小中学校の親父の会を卒業した人たち、つまり小学校は6年間、中学校は3年間で親父の会が終わってしまうと、そのままじゃもったいないんで、そのまま継続しようということでやっている親父の会です。で、我々みたいなこういう団塊の親父、団塊の世代の親父の会っていうのはない、この中ではなかったです。で、そこに出席した時に聞かれたのは、
石川さんのところでは老人会っていうのはないんですかと。普通我々はその年代になると老人会ですよということを言われましてですね、いや老人会はありますし、老人会、あ、老人深夜クラブっていうんですか、今そこに入っていながら団塊の親父の会に入っている方もいらっしゃいますよということを説明しましたけども、まあ、一般的にはその年代っていうのは老人会でしょうねと、こういうなんとなく我々をバカにしたような話だったんですけど、はい、まあ40から50ちょっとぐらいの人っていうのはそんなような感じでこの団塊の世代を見ているんじゃないかなと思います。で、団塊の世代の話に戻りますが、これはあの見たことあると思いますけども、人口ピラミッドですね。人口ピラミッドで団塊の世代というのは、1947年、48年、49年、この3年間に生まれた人たち、約800万人ですね。これを団塊の世代と。まあ、ずっと戦後のベビーブームに生まれた人と、こう言われてきてたんですが、ある日突然というんですか、団塊の世代という、こういう本が、この団塊世代をモデルにした本が出まして、それからこの3つを大体3年間の中心に団塊世代というようになったようです。で、この人たちが生まれたものは団塊ジュニアということでですね、この下の割に、そんなようなことで我々のところも、まあ80過ぎた方から若い方は60ちょっとぐらいまでで、中心はこの団塊の世代が多いです。今出した写真ですね、これは右半分が団塊の親父の会、つまり我々の仲間でございます。左半分は松ヶ丘小学校の親父の会のメンバーです。で、なんでこういう写真になったかというと、去年の8月に行われました雪合戦で、実は第1回戦で親父対決ということで、抽選の結果が何か分かりませんけど、こういうお互いにこの対戦することになりました。今和気あいあいですから、これは対戦前の写真なんですけども、結果はどうだと思いますか。皆さん、我々平均が、この時の平均年齢が68歳です。で、松ヶ丘小学校の平均年齢はその時聞いた時は40歳前後じゃないですかと。つまり30歳若い団塊とチームと対戦したんですが、結果はありがとうございます、実はストレートで勝ってしまったんです、我々の世代がですね。で、今年はですね、絶対にもう優勝候補のナンバーワンだって自分たちは言ってたんですけども、残念ながらまた後でお話ししますけども、出れなくなってしまったんです。まあ我々が優勝候補って、その出れなくなってから言い出したんだ話ですけども、そういうことで、たまたま去年こういうね親父対決と言われまして、ストレートで勝たせていただきました。本題に入ってきます。今日運営委員会から示されたテーマがですね、サブタイトルということでそこに書いてありますけども、アクティブシニアの活動と、アクティブシニアの活動について皆さんに紹介するということですね。これを団塊の親父の会が付けた名前じゃなくて、運営委員会の方で付けた名前です。で、非常に長い名前が付いていたんですけど、皆さんのそのパンフレットの方には団塊の親父仲間の作りの会の紹介という形で載っていると思います。これは運営委員会のプロモーションチームがですね、非常に大きな権限を持ってまして、こういうふうにしますということで、はい、分かりましたということでなっています。ただ市役所から来た中にはアクティブシニアの活動について説明してくださいという形になっておりました。で、アクティブシニアの活動っていうのは、自分なりの価値観を持って仕事趣味に意欲的なシニアと、こういった定義がなされている、こういった NPO もあるようです。と、親父の会の組織についてお話しいたします。これが
役員メンバーでございます。で、5人おりますけども、会長、副会長、会計とかもろもろいるんですが、発足以来、私が事務を担当しています。で、事務局長ではないんです。そういった名称の役職というのはないんです。で、これもやはり運営委員会の時に、発足以来事務局をやってます。それで、会則を作りました。計画、年間計画を作ります。会の進行もやっておりますという、いろいろ説明したら、それは事務局長でいいじゃないかと。で、今日一日だけ事務局長ということでございますので、ここの講義が終わったら元の平野、何て言うんですか、事務局担当というか、そういった形でございます。で、いつできたかというと、平成23年の4月です。これに結成しております。で、これは本屋公民館の外観ですが、本屋公民館で平成22年の秋から同じ名前の市民講座というのがあったんですね。団塊の親父仲間作りの会という市民講座です。これが終わった後、そこに参加した人たちが作り始めたということでございます。当時は団塊の世代が守谷市でも何百人単位で、退職してくると、なんとか受け皿になる講座を作ろうということで考えたようでございます。それで発足当時10人で始まったんです。10人ですね。で、今現在約30人ということですね。この役がくせ者でですね、なかなか会員数っていうのがつかめないのが現実なんです。会則を改正してですね、会費を払った方を会員にしようということにしたんですが、1年に一遍出る方、しばらく出てこなかったけど突然出てくる方とか、こういうのありましてですね、まあ、大体30人ぐらいいるんですけども、通常の例会出てくるのは17、8人と20名弱といったところでございます。それでも会員は会員で、年会費は1000円ということでやっております。で、筑波未来から来ている方も何人かおります。以前は取り出の方もいました。こういったことで地域性が広いというのも一つの特徴かなという感じいたします。で、私の自己紹介をさせていただきます。1948年までちょうど団塊の世代、先ほど言いました真ん中の生まれでございます。平成20年の3月に60歳で定年退職いたしました。で、なんとか今まで生き流れてきたというのが現実でございます。平成20年の7月に出前サロンってご存知ですか？現在守谷市全部で30カ所で出前サロンをやっております。当時はまだ17、8カ所だったんですかね。出前サロンにお手伝いしていただきたいということで、珍しくですよ、ここに市役所の職員いませんので言っときますけど、当時の介護福祉課長の豊田さんという女性の方ですね、この方からうちに電話がありまして、近くで出前サロンっていうのを立ち上げるんで協力してくれないかということでお話がありました。まあ、私ははいはいはいっていうものを調子よく答えてたんですが、数日後ですね、突然訪ねてきたんです。その豊田という女性の課長と石岡っていう課長補佐ですね、石岡さんという方は図書館長で退職されました。いずれの方ももう退職されましたけど、突然訪ねてきてぜひ協力してほしいというようなことで参加することになりました。今年で10年目に入っております。この写真はイオンタウン守谷ですね。ここの2階にコミュニティホールというのがあるんです。ここでサロンを開催しております。毎週水曜日、週1回ですね、だいたい50人ぐらいが参加しております。おそらく守谷市では一番大きなサロンではないのかなと思います。去年、統計取りまして43回やったんですが、1回平均が51名の参加者です。で、その前の年
46回ぐらいやったんですかね。1回平均の出席者が 55.3 人でした、まあ、つまり去年 4.3 人ほど1回平均ですね減ったんですけども、20ぐらいあったサロンが今30になったということで、周りもイオンタウンのすぐそばにも同じサロンというのがあります。自治会でやってるサロンですね。で、我々水曜日やってるんですが、合わせてやってるところがあるんですね、すぐ近くで。同じ水曜日ですから、人間どっちかしか行けないんで、まあ、どっちか選んでくるというようなことになろうかと思って減ったのかなという感じ。別に競争でありませんから、増えたり減ったりしても構わないんですけども、それでもうヨンタウンの出席者のヨンタウンの近くの方、松ヶ丘地区と百合ヶ丘地区で大体5割です。あとの5割は守谷市内全部から来ておりますし、筑波村井から毎回来ている方もいます。一時坂東市から来ている方もいました。で、アンケートを取って、なんで守谷のこのヨンタウンのサロンに来るんですかということで聞きましたら、まず第一番目にタダであることと、参加費用ゼロなんです。こういうのやると夏とか冬はですね、光熱水料料というのがかかるんですよね。非常に高くかかりますよ。自治会なんかやってる方は自分たちの自治会だけにしてくれというところも多いんです。それはなぜかというと、光熱水料料どこでその金を負担するかということになってるんじゃないかと思います。ここは全部4タウンで丸々持ってもらっていますということで、使用料は全くゼロ。それから帰りに買い物ができるというような意見とかですね、それから駐車場があるっていうのも結構多かったですね。駐車場があると、あとは気兼ねなく参加できると。同じ自治会、自分たち の町内会でやってると、今日あの人来なかったとかね、でなんで来なかったのとか、いろ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 な話が出てくるけど、ここは全く関係ないと。出てきたら他人同士が隣に座ったって、その時だけの感じだというようなことでですね、全部でだいたい50名前後が今でも出ております。これはパタカやってるところの写真ですかね。中ではシルバーリハビリ体操とか、それから音楽、一時横島先生っていうのは守谷市の民生委員とかですね、小学校の校長先生歴任した音楽の先生がずっと来てくれたんですが、今あの方ちょっと入院されたんで、別な方にお願いして来てもらって、近くの方に声楽家の方に来ていただいてやっております。それ以外に脳トレとかですね、ゲームとかいろんなものをやっております。次に24年の4月3日にですね、ネットワーカーというのところに入りました。これは大好き茨城ネットワー大好き茨城県民会議という県全体の中の、まあ、ボランティアのみたいなものですね。地域県民運動を地域推進員というのが日本語に直した名前でございます。どんなことをやるかというと、花いっぱい運動とかですね、それからふるさと自慢、こういったものを発信して県全体に出していく役目でございます。私もこのサロンのですね、サロン4タウンの紹介を出し、させていただきました。小雑誌に載って、県下に配られているというような状況でございます。それから平成24年4月にですね、松ヶ丘小学校の優しく見守り隊という登下校時の見守り隊に参加しました。これは小学校の方からですね、地域の方やっていただけないかということで続けております。私担当しているのは、写真見て、分かるかもしれませんが、昔のファミコンハウスのあと松ヶ丘小学校入り口交差点という、あそこが主たるところで、いつもあそこにボケーっと立ってますから、通りましたら交通整理だけじゃなくて、他のですね、よく出るんですよ、不審者が。どんな不審者かっていうと、車のドア開けて中から下半身
を露出した男とかですね、なんでそんなものを見せるのかなって不思議ですけども、子供たちに見せてるそういうやつとか、子供たちの後を追いかけていって家までついていくとかですね、結構年間何件かあるんです。私なんかここで勤務したら、この丸々の反対側にですね、そういったものが出たということで、こっちじゃなくて向こうに行ってたら、それは見つけられたかなと思うかもしれ、思ったこともあります。こういったまああれがあるんで、優しく見守りたい。もう始めた時の1年生が今6年生ですかね、そういったことで、楽しくやっております。子どもたちの対話というのは非常に楽しいですよ。自分の孫と同じような感じで喋っております。24年10月に守谷市民大学の運営員になりました。で、この時守谷市民大学が開校されたんですが、この前のちょうど1年ぐらい前から準備とかいろいろでことで参加しております。それから20年11月ひな祭りの実行委員長ということで、一緒に写っているのが今講義を受けている赤井さんですけども、私が委員長で赤井さんが副委員長ということでですね、で、なんで男がこんなひな祭りの委員長をやるのかなって、皆さん不思議だと思います。女性の世界っていうのはなかなか難しいんですよね。これまでいろんなチーム、いろんな女性団体がひな祭りをやってたんです。で、統一してやろうということで、初めてこの24年11月に集まって統一した守谷ひな祭りっていうのをやろうと始めたんです。市内5カ所に、展示して、そこをスタンプラリーで回るということで始まったんですが、非常に女性グループっていうのはね、難しいんです。だからその上に男が必要だろうということでですね、私も寝てたって夜中に電話かかってきたですね、いろいろな電話があるんです。で、そういったこともなくなって、私は3年間でこのあれをやめて違う方にやっていただいております。ひな祭りの実行委員長というのは3年でやめて、今今回今年が6回目になるんですかね、ということでございます。26年2月に NPO 法人の共同守谷というのが結成されました。この NPO 法人何をやってるかというとですね、ここの市民活動支援センターを運営しております。主たるものはですね、で、私はその中で守谷市民大使という、後ほどまた説明しますが、ここの担当ということで、これに結成と同時に参加しております。はい、26年3月に守谷桜の会ということで、この会場にも会長さんいらっしゃいますけれども、これも結成当時から参加させていただいています。で、今年の2月にですね、城址公園にこの河津桜というのを80数本で、前から植えたものを含めて約100本が植わっております。で、そこ行きますと名前がみんな書かれております。里親制度ということでですね、一人一本1万円で里親になってもらったんです。で、この制度はですね、柏の大堀川のところにやっぱり桜並木があるんですが、ここで里親制度のをやっております。それを参考にしていただいて、会長以下で、柏まで行ってその話を聞いてきて、それを導入してやっております。現在約100本ですが、先々は1000本ぐらいになるんじゃないかなと、まあ、冗談ですけどもそんな感じております。で、個性豊かな会員がいっぱいいるんです。まあ、ざっと紹介します。ジバちゃんって今日も来ておりますけども、第1回目のシニアファッションショーの司会をやった方です。この方はですね、今夜市役所で行われます有名のコンサートでも紹介やります。よく顔を覚えていってた方が、一番向かって左の方でございます。で、この方はアトタウン守谷の関係の仕事もやっております。これは直井ラーメンに取材に行った時ですかね。で、一番手前にいるのがなんか直井ラーメンの親父みたいな感じですけど、
名古屋ラーメンの親父は真ん中です。で、一番手前にいる人間は親父と親父の会の布袋さんっていうんです。布袋さんみたいな顔してるでしょ。で、この男もなかなか個性豊かだね。で、ホールインワンやったということで、別に珍しいことじゃないというのは皆さん感じするかもしれませんが、この方のホールインワンは10年前に右でホールインをやって、今回左でホールインワンだということで、ギネスもんだということで一時話題になっていました。話題になって本人だけですよ。ということで、こういう、ただこの方これだけじゃないんです。この格好見てください。侍なんです。エキストラウェイね、にしょっちゅう行っております。で、この人の特徴、私が言っていいのかどうかわからないけど、自然羽舞台っていうんですね。羽舞台ってご存知ですか？カツラをかぶってね、頭の毛を隠すためにこう巻くんですね、いっぱいね。この方は巻かなくてそのままスポンと入る。これ本人が言ってるんですから、私がたまたま紹介しただけの話でね。自然羽舞台ということで、こういったあれにも出ています。実際出たのが NHK のこういった仲間由紀恵の出たやつに一緒に出てるんです。どこにいるかわからないでしょ。で、本人もわからないと困ってんで、常に一緒にくっついて歩いてるんです。どっかでテレビ映るとということですね。隣にいるのがそうでございます。個性豊かな会員で、他にも数年前に行いました自転車の安全運転でですね、こことこちらの森山チームが優勝したことがあります。優勝メンバーのこの人が親父の会の会員でございます。はい。それからノーベル賞候補って皆さん期待しててください。こういうメンバーもいるんです。この方、本を4冊目の本を出したんですが、8年間かかってこれを書き上げたっていうんですかね。で、なんでノーベルかっていうと、経済、当時の経済学者が1955年にですね、高度成長する過程で貧困格差が生まれるという仮説を立てた経済学者がいるんだそうです。で、彼はインドネシアを例にとってそれを今実証しているということで、この本が出来上がった。ただノーベル賞になるまでにはですね、まだまだ過程があるんです。この本をですね、英語に訳して英語版で学会に出さなきゃいけないと。それが認められなければノーベル賞なんていうのは非常に難しい話だろうと思うんですが、ただ私よりもずっと先輩のこの会員がですね、一生懸命努力している、またインドネシア行くんだということでですね、非常に熱心に勉強している経済学者です。まあ、この守谷市民大学に来れば学長をやってもおかしくないような人間でございます。次に1000人、我々1000人って呼んでるんですが、見てください、まさしく1000人だろうと思います。はい、非常に博学の方でございます。それじゃあ、アクティブシニアの活動について、アクティブシニアの活動ってピンとこないだろうと思うんですね。で、私がいろいろ企画するときに一つ意識していることは、老人クラブの違いと。老人クラブが悪いというわけじゃないですよ。非常に老人クラブと同じことやってるんでは、老人クラブ行ってやればいいじゃないかと、わざわざ無理して考えることはないというようなことで、ちょっと皆さんこれから見るときも老人クラブとの違いということで見ていただきたいと思います。今日は全部でこの4つについて、説明していきたいと思っております。で、私がこれからやるのは私が勝手にやってるわけではなくて、発足当時ですね、会員のワークショップでこう決めた中身でございます。それに沿ってずっと計画をしております。で、守谷市との共同事業ということで、皆さんのお手元に配りましたこの冊子ですね、この冊子の作った過程、これを説明させていただきます。これが丸一番ですね。これが守谷市民大使というのが作っております。次に組織的な地域貢献ということで、これは駅前イベントの時の駐車場係をやっているんですが、
駐車場ばかりだけじゃなくてですね、ここに白線が見えると思いますけども、この白線の角度を前日やっております。ですから皆さんに見えないところでいろいろな貢献をしているんですよということを PR させていただきます。それでそのおかげでというか、使用料を、小屋公民館の使用料というのがですね、免除されております。まあその分一生懸命頑張らなきゃいけないというような感じでございます。はい、これがさっきも出ました夏の雪合戦ですね。これ去年の対戦のやつでございます。ナンバーさんが私でございます。で、今年もエントリーしたんですが、全部でエントリーが24チームあったということで、そのうちの12チームしか出てないということで、つまりさっき言ったように優勝候補筆頭が一番先に切られてしまったと。切られてから言い出した話ですけどね、優勝候補というのはということで非常に残念。今年もですね、絶対今年出れば優勝かなという感じはしてたんですけども、そんなところでございます。他に分科会というのはゴルフとかで、これはちょっと老人クラブ、老人会とかですね、似たところがあるかもしれません。それでは最初の守谷市との共同事業というのをやった、その概要をお話しさせていただきます。市民が選ぶ守谷の魅力ベスト10事業というとですね、これが完成したものが今皆さんにお手元に配ってありますこの資料でございます。そもそもの発端はですね、皆さんも感じてるんじゃないかと思うんですが、名刺がなくて非常に不便だと。今までですね、社会人として名刺オンリーでこう仕事をしてきたんじゃないかと思います。で、名刺を出そうとすると肩書きがないということで、それで守谷市民大使という肩書きを勝手に考えました。守谷市民大使ですね。何をやるかというと、守谷の魅力を掘り起こしてですね、その魅力を発信しようということです。それで、守谷市民提案型共同事業発表会というのが毎年あるんですが、親父の会から提案いたしました。そこで市長に私のアイデアを買ってくださいということで、プレゼンをしたんです。これがこのプレゼンをやったのが第3回のこの発表会ですね。ここでやりました。ところが残念ながら全く相手にされなかったということでございます。で、非常に悔しかったのは、この年のこの翌年にできたのが指定プロモーション制度というやつなんです。で、まあいくらかこの私の意見も汲み取ってくれたのかなという気はします。守谷の PR をしようということで指定プロモーション新藤さんが生まれました。で、 NPO 法人NPO ができてから守谷市民大使ということで、NPO 法人認定の守谷市民大使ということで活動を始めました。で、意見交換会等をやりまして、どんなことをやろうかと。で、この時写真の奥を見ていただければ分かりますけども、指定プロモーションの新藤さんも参加してるんです。彼女も守谷市民大使なんです、実を言うとですね。で、一緒に意見に、この参加したいということで来てですね、まあ彼女曰く市役所の人いないからいいよね言うけど、指定プロモーションだけではとても守谷 の自分の思う仕事ができないというね、手足がいない、やっぱり数がいないとなかなかできないということで、我々と一緒に何かをやりましょうということで参加されました。で、ここで意見交換した結果、市民が選ぶ守谷の魅力ベスト10事業というのをやろうということになりました。そこで守谷の魅力の抽出、全部で250点ほど出ましたが、その中から25点をまとめてこういう表を作りました。ちなみに NPO 法人認定の守谷市民大使というのは全部で50人近くいるんですが、今はもう募集中でございます。で、この事業について今度は説明させていただきます。再びですね、私もしつこいですから、再び市民提案型発表会、これは7回目になります。つまりその間に4年ぐらい経ったんですね、1回目の発表から、市民提案型発表会で守谷市民大使が提案して、市長
アイデアを買ってくださいということで再びプレゼントを押し出しました。その結果森谷市との共同事業ということになりました。それで早速アンケート調査、それからその結果を集計編集しまして出来上がったのが森谷、市民が選ぶ森谷の魅力ベスト10でございます。下のこの可愛い女の子っていうのは J.com からですね、J.com ニュースで発表するのでということで取材があった時の写真でございます。でこの時全部で3000部、これで、ね、手元にあるやつ3000部印刷しました。で1000部は市役所、2000部が NPO 法人で配るということでもらいましたけど、ほとんどなくなった状態です。それで今回市の方でですね2万部ほど増刷すると。2万部も何をするんですかって言ったら、もうなんとなく2万になったんですよって話でしたねそれで森谷市に転入されてきた方、これに配るというのが主たる目的だそうです。この方たちに配ろうと。それから森谷市に来たお客様、視察とかなんかで来た方、この方にも配布しようということで2万部になったと。で我々ももう在庫がこの支援センターにある部分しかないので、証拠祭りで配る200部それではくださいということでもらう約束になっております。どういったところでやったのか、年齢的にはどんなところかということでですね、まず全部で大きなイベント会場6会場で1058人から回答いただきました。で森谷市に言わせると1000人を超えるアンケートというのは珍しいですね。そう簡単に1000人を超えるアンケートというのはなかなかないというようなことで1000人を超えるアンケートをいただきました。で一つ目が4タウン森谷ですね。ここで、イベントが3日間ありました。ここでやらせていただきました。それから木工フェスタ駅前ですね、ここで女性の学生さんが知ってますが森高生です。8人ほど手伝いに来まして、この彼女たち8人来た時に1日で230名という方のアンケートを取りました。まあ、彼女たちの力ですね。これで、この日2日間で400名を超える方のアンケートをいただいたというような状況です。それからあやめ祭りの会場、それからようこそ森谷、森谷に来た方翌年皆さん招待してやるイベントですね、ここの会場でもアンケートを取りました。それから先ほどから出てきます雪合戦会場、ここでもやりました。最後に9月末の商工祭りというところでですね、ここでやらせていただきまして、インターネットでの投稿も14名ほどありましたけども含めて1000トンで58名ということで、年代別に言いますとですね、この年代10代から80代までほとんどバランスよく大体投票していただいたんです。一番多かったのが10代の方、これが大体、19%、次が40代、それから60代というようなことで、20代と50代の方が少なかったですけども大体バランスよくアンケートをいただいております。こういった形で出来上がったのがこの市民が選ぶ森谷の魅力ベスト10、こういったものでございます。次に組織的な2番目、大きな2番目ですね、組織的な地域貢献という話をさせていただきます。まず原点になったのがですね、私が思うの原点になったのは第2回目の高野公民館ふれあい祭りというやつです。今年が7回目ですかの小屋古民家祭りですから、ちょうど5年前になります。この2回目の小屋古民家祭りから指定管理者制度というになって、指定管理者制度がこの年の4月からなりまして、6月に小屋古民家祭りということです。でこれの準備段階でですね、2月に役員会を開催するので出ていただきたいということで私出席いたしました。当時高野公民館の運営協力員という役をやっていたんですが、
そこでまだ、民間にならないうちですね、小屋公民館の館長から石川君、ふれあい祭り、住民とふれあえる企画をしてくれないかというようなことで、1個でも2個でもいいよという、まあ、気軽にこう言われてですね、私もまあまあ1個ぐらいできるでしょうと簡単にこう返事したんです。で、いろんな方に協力お願いしまして、いろんな案が出てきました。全部で5つ、まあ、計画してやったわけですが、これがまあ原点になるんじゃないかという気がします。1つ目はですね、親子パン作り教室というんですね。で、この時会議で言われたのは、ただし金はないよということでですね、金は出さないけども何か地域の住民と触れ合うことをやってくれないかと。で、皆さんもご存知の通り、公民館というのはですね、サークルがあって、そのサークルの発表会がお祭りだったんですね。そうじゃなくて、サークルに関係ない何かのイベントをやって地域の方を呼べないかというのが触れ合い祭りに変わったようでございます。で、親子パン作り教室の私もあちこち必死になって電話かけて出てきたのがこの結果でございます。で、日清製粉、ここのパン作り教室っていうのがあったんですね。ここへ電話したら、結果的にただでいいですよと、材料も何もみんな持ってきてくれるんです。パンの中にいるあんこも持ってきてくれるんですね。で、出張で女の子3人来てやってくれるんです。そういう話を聞きまして、ただ飲み物だけはね、試食する時の飲み物だけは準備してくださいということで、出席した方全部で10組ですか、12組だったかな、の方に、100円ずつ、1人100円ずついただいて、100円か150円だといただいてやりました。ほとんどただ同然でですね、やった企画でございます。それからダブルダッチ、ダブルダッチって皆さんご存知ですか。日本のロープを使って飛ぶ縄跳びなんです。で、この彼女たちとその前のイベントで知り合いまして、このイベントに出ていただけないかというと、ちょうど世界大会に行く前だったんですが、すでに彼女たちは高校2年生の時に世界大会で優勝して世界チャンピオンなんです。今はもう現在も世界チャンピオンですけども、この方たちに出ていただきました。で、この時ですね、それまで会場陣地は100名が大体限度だったんです。で、発表会っていうと、その皆さんもご存知のように、親戚一同いっぱいやったって2、30人しか見に来ないわけですよね。今回この時見に来たのは130名で、すごい大きな反響をいただきました。さらに私は金が一銭もないんでですね、で、終わってから世界大会行くんで、カンパをお願いしますということで、100円でも200円でもいいですって会場にカンパの箱を置きまして、皆さんから寄付金を集めたわけです。彼女たちこの後、この大会の同じ6月に世界大会行く予定があったんでですね、まあ、世界大会行って優勝してきたんですけども、それでカンパしたら、なんと3万3000円も集まったんです。中に1万円札が入っていてですね、びっくりです。もう非常にそういうその子どもたちに対する森橋の何て言うんですか、支援しようっていうその力はすごいなということで、3万円集まって、そっくりそのまま、手数料なんか何も取っておりません。そっくりそのままこの家族たちに渡しました。まあ、こういったのがこの2つ目。それからもう一つの写真は、大人の塗り絵教室、ここの教室で前々回ですね、本田孝子さん、孝子先生が来て植物画の、教養をやったと思います。この方にお願いしまして、大人の塗り絵、彼女が出している、本をですね、本の中の塗り絵教室をお願いしたら、ここでよく引き受けてくれて、この時もそれでは出席者の方にコピー代だけいただきましょうということで100円ずついただきまして、原画のコピーと、それから実際塗る方のコピーですね、これを準備しまして、大体先生と、まあ、10名ぐらいでしょう、予備で15名準備し、15人分準備しましょうということでしたんですが、なんと
その倍ぐらいの方が来まして、慌ててこの机を両側に出してですね、ちょっと不揃いなんですが、こういった形でやらせていただきました。で、ここまで非常にいい話で、みんなうわあすごいなという人がいるかもしれませんけど、私も非常にいいと思ったんです。ところがですよ、この後実行委員会中、そのサークルの方が出席する反省検討会、まあ、計画の前の計画段階でもあるんですが、実行委員会ですね、終わってからの実行委員会で散々パラ私叩かれたんです。要するに出る釘が打たれるというやつですね。なぜかというと、今まで皆さんこの人たちがこれやる時間帯ですね、サークルの方が発表の時間に使っていた時間なんです。だから自分たちのやってる発表の時間とか場所をですね、何か知らないものが来て急に始まってやって、そんなんでいいんですかと、ね、ふれあい祭りっていうのは、祭りはサークル参加者の発表の場ですってこう言われてですね、で私も1年でピタッと辞めました。そんなこと言うなら辞めますということで、その後何回か来て、その翌年このダブルダッチまた出たようですけども、私は一切それならば趣旨が違うので辞めさせていただきますと。で、最初に話したように、一番最初話を受けたのは当時の公民館長、もう今退職しましたけどね。で、発表の時はもうアクテオの方が館長をやってるんですね。で、アクテオの方は多数決で、やっぱり多数決だと私一人ですからね。あとはみんなサークルですから、一人言い出すとみんながですね、そうだそうだと。で、サークルの方の実情を話すとですね、サークルここにいて、まあ皆さん聞き流しておいてください。サークルっていうのは非常に先生の意向っていうのが強いんですよね。先生がこの時間ダメだって言うと、ガンとして、いやこの時間私たち発表嫌ですとかって言い出すんです。だから会議をやってもなかなか決まらないんです。だから決められる方が出席してくださいということで会議をやってるようですけど、なかなかこの時間はダメです、この時間はダメですとかって、なかなか決まらない。まあそういった事情もあって、たまたま出てきた私みたいな青2歳が作ったやつはみんながダメだということですね。ということで私もそれならやめますということでピタッとやめました。で、今年たまたま行ったら、この通りの悪天の職員ですけども、あの頃やりましたねなんていうことでね、今知ってる方もいました。ハンズブリ教室なんて赤井さんも親子で出席、親子じゃないですけどね、で出席させていただきました。皆さんに公募して出てもらったんですけど、そんな実情でございます。他に例えば子ども新聞の展示とかやっております。はい、これは取手市のイベントに行った時の写真です。親父の会は3人しかいないんです。あと周りぐるっているのは市役所の職員です。で、去年の6月から7月ですけども、市役所の経済課の職員と秘書課長以下3人でございます。ここにお母さんがいますけども、守谷の PR に行ったんですね。で、この時から守谷のふるさと納税の PR が入ってたんです。まあ、我々もそれに協力してくれということで、先ほどのアンケート用紙の裏にふるさと納税の PR のやつが載っていたんですが、この時行って配ってきました。この時配ってからふるさと納税がぐんと増えたというわけじゃないですけども、この時から始まっております。組織の公園貢献の中には、こういったグリーン作戦とかですね、それからチャリティーライブ、これはニジェール、コモンニジェールが主催するチャリティーライブなんです。ここの売上金を寺小屋を作るということで今年もやっております。ちょっと PR させていただくと、10月の9日に会費1000円、入場料1000円ですね、そのやつをニジェールの寺小屋作るのに、寄付するということですから、ぜひ皆さんもご協力をお願いします。地方公民館です。それ以外に駅前イベント、こういったものにも参加しております。それからこれはアットタウン守谷、数年前のハーフマラソンという話ですね。これが友の会、守谷市民大学友の会、こういったところにも
親父の会で協力させていただきました。他に昔の遊び、これは森屋小学校ですね。ここで、やっておるところに協力依頼を受けましてやってます。今日皆さんに協力依頼の紙がいったと思いますけども、ぜひ一つですね、友の会でもやっておりますし、親父の会も参加してやっております。小屋小学校とか松ヶ丘小学校でもやはり昔の遊びやってるんですが、地元の老人会かシニアクラブっていうんですか、こういったところにお願いしているようです。森屋小学校はオープンにですね、こういった形で皆さんにお願いしている。この時には親父の会のメンバーの筑波未来の方も参加しております。ですから垣根を取って参加しているというような状況でございます。これは常総市の水害復旧のために森屋市から派遣になった2日間行きましたけど、その中の1日目行った親父の会のメンバーです。今年の春、市民交流プラザ UR から引き継いで10年目になるということで、10年目のイベントをやりました。この時親父の会で、やっていただきたいとやったのが輪投げです。80名の方、親子が参加していただいてですね、輪投げをやりました。続いて親父の会の運営ということですね。これも一般の老人会、老人クラブ、シニアクラブちょっと違うんじゃないかと思いますので紹介しています。例会というのは月1回、土曜日、第1土曜日の午後にやっております。でやってるのは熟年学習とか健康部作りとか特別企画なんですが、まず熟年学習なんて偉そうな聞いてるけど、なんていうことはない。テーマを決めてですね、一人必ず一回は発言してもらうと、順番にずっと発言していくんです。それからテーマの中身というのは私の地域貢献とか、それから健康管理、こういったまあ何喋ってもいいんですね、いうようなことです。ただ面白いことにですね、毎回同じことをほぼ同じことを言う人がですね、テーマが変わっても同じことを言う人いるんですそうなんですよ、毎回言ってるんです。最初のうちは私もいやそれはそうって言ったけども、もう全然お構いなしに毎回同じことをこうお話して、まあこういった方もおりましたで健康づくりというのはこういう体操ですね、ノートルを踏めて体操をやっているというようなことです。それから歌を歌ったりですね、中にはケイフィットってご存知ですか。経由病院でやっているフィットネス、ただなんですよ、ほとんどの方がただ だけど条件があるんです。医者にかかってて、こういう方は健康、要するに運動をやってくださいっていう方はここで運動できるんです。その代わり月一遍の診察を受けてくださいということでですね、こういったケーフィット、ここにも2回ほど無料体験に行ってきました。それから特別企画っていうのがですね、これは一番最初に読んだ森屋レスキュー隊の隊長さん、今亡くなりましたけど隊長さんと副隊長さん、東日本大震災で一番先に駆けつけて、ご協力した方ですね、こういった方を聞いて体験談を聞いております。それから2回目のところには町づくりということで森屋市の審議会の会長さんに来ていただいてお話しいたしました。それから3回目からですね、これニジェール、先ほど言いましたニジェール、コモンニジェールの代表幹事なんですが、この時からなぜか女性のゲストで来ると非常に人気がいいんですね。でこの時から毎年女性に来てもらうことにしました。とにかく女性が来ると非常に反響が大きいということでですね、でこれはニジェールに海外青年協力隊で、この女性ですね、森屋市の方です、出身で行ってた方が現地の方と結婚して帰ってきて、ご夫婦で来ていただいてお話を聞きました。それから顔、この方も顔を見覚えあろうかと思いますけど、認知症サポーター、荒野にあります特別養護老人ホーム七福神の職員でございます。この方が来ています。それからまだまだマドンナが続きます。
先ほど出てきましたダブルダッチですね、来ていただいて体験していただいて、その後トークセッションをやっております。これは食育のお話を聞いた時の 食生活改善推進連絡協議会の会長さんでございます、沢田さんですね。それから可愛い子でしょう、この方は筑波大学の落ち研の女の子でございます。筑波大学の落ち研の女性、今卒業して就職しました。いずれ落語をやりたいということで商店に出たいということで、3年ぐらい経ったら退職して、どっかのあれに入りますと言っていました。もう3年経つんでそろそろ出てくるかな非常に面白い子でございます。これはプレイパークの前滝さんですね、松ヶ丘小学校の先生をやってたんですが、3級の時にこのプレイパークのあれを発案いたしまして、復帰後1年で辞めて今この形をやっています。黒内の何かのあれをやってるようですけども、収入が半減しましたと言ってました。これは皆さん見たことある方だと思います。アトタウンモリアの代表をやってた方と指定プロモーションの新藤さんですね、この方も来ていました。で、特別企画毎年、1月にふるさとカルタをやるんですが、ここに新藤さんとかが来て、彼女すごいですよ、バタバタとるんです。ところが手を出したところに上から手を立てるので、こういう、こう見てください、ここ、こういう人もいるんですね。いや、わざと取ったのかね、偶然になったのか分かりませんけど、こういうのがあります。それから2月には料理教室、8月にはボーリング、こういったものをやっております。それから、これは押田先生、パネルディスカッションというようなことをやったこともあります。それから救命工事、これも3回ほどやりました。上の2つ目は館外ということでありますが、公園公民館使えない時があるんですね、特に3月4月、地域の自治会とか町内会の総会、これが優先する、あるいは子ども会の総会が優先するということで、我々がいつも使っている第一土曜日使えないことがあるんです。その時は外へ行ってやることにしています。で、これは宇宙センター、宇宙センターの行った方が実際使った施設です。その施設を有料でやらせてくれるんですね。1種目2100いくらだったかな、1人。それで宇宙のやったようなことを やらせていただきました。どんなことがやるかと言いますと、閉鎖環境適応訓練とかですね、それから船外活動模擬訓練、こういったものをやるんです。大体対象はですね、中学生とか高校生なんですところが親父の会もそういう時はなかったんでですね、一人じゃなかなか行けないんで集団で行きましょうということで企画させていただきました。それからこれは水陸両用バス、これは東京都内に行ったんですが、ここはあまり中川の川で面白くなかったです。こうやっぱり霞ヶ浦なんかやるんですけども、霞ヶ浦はずっと中まで行くんでですね、非常に迫力があるっていうんですか、こういったあれもありました。まあ、これは都内でやった時のおやつです。それからウインナー製造、これは日本ハムですから下館にあるあの工場ですね。それからみんなせんべいかじってますけども、草加せんべい作り、これにも行ってきました。これは何だと思いますか、国土地理院、これは20万分の1、白いのが20万分の1の地球なんです。その後の地球の上に丸みの上に乗っているというようなことですね。こう見るといろんないろいろ体験が地図と測量の科学館というんですか、無料でございます。館外の2番目にお花見、まあ皆さんどこでも行く屋形船でですね、隅田川の、これは結成3年の時に行った屋形船の隅田川でございます。それから同じく行きました葛飾柴又でですね、このお花見に行ったんですが、ちょっと早かったようですけれども、
桜にやってきました。同じ桜でございますけど、ちょうど今年の3月にこの銅像が出来上がって4月1日に行ってきました。それから地域観光ということで、これは大柏にある天神様ですね、それから鳥の道、こういったところの地域観光もやっております。忘年会どこでもやりますけども、これは親父の会で女性を呼ぼうかっていう議論をしたときに、ある方が親父の会だから女性はいらないというようなことでですね、非常に冷たく私も断られて、それで女性の方に聞いたらぜひ行きたいっていうんでね、それじゃあ私はしないから勝手に来いと言ったら、こういう形で来ました。サンタクロースになってですね、中に誰がいるか薄々感じたろうと思うけど、日頃親父の会に来ている方がサンタクロースの格好を着て、プレゼントしてさっさと帰ってしまったというようなことでですね、こういったこともやりました。それからこれは完熟座という、ご存知の方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、このところにこの女性は藤田エマとい う, 女優であり脚本家であり完熟座の雀王さんでもあるんです。で、完熟座っていうのは何かというと、満60歳以上の方がしか入団できないというこういう劇団でございます。で、毎年1回出し物を演技してやるというようなことでですね、ここに見学に行ってきました。この完熟座のこのクジラエマさんと、それから劇団員が3人ほどここへ来たことがあります。ここで、トークセッション等をやりました。その時からの知り合いで、私は毎年これを見に行っております。この時はみんなで行きましたけど、そんないわゆる追っかけをやっております。これはスカイツリーですね。それからこれはぜひ皆さんに知っていただいて、地下神殿と我々言っているんですが、東京行くといろいろ水害対策で地下にこういう大きな空間があるんですけど、これは春日部にあるんです。あの地域の洪水対策のために地下掘って、そこに水を貯めて、これを排出する、江戸川の近くにある排出する一つの設備でございます。で、毎年11月に一般公開やるんですが、それに合わせて行ったんです。で、1回目に親父の会に一泊した時はたった4人の参加者ですね。30名近くいて、なんだ4人かよっていうね、皆さんから行った方から批判を受けて、ディベートで、昨年ですか、今度は友の会と共同事業で企画して十数名で行ってきました。その時の写真でございます。これは特別養護老人ホームの七福神行った時の写真でございます。あとはですね、キッコーマンにも行きました。それからこれは先住七福神の巡り、今年の1月1日ですね。これも友の会と合同で行った時の写真です。これは大坊八幡宮のやぶさめですね。この近くでやぶさめやってるとここだけなんですね。年に1回やっておりますので、このやぶさめにやっていきました。それから真壁の稲祭り、三森屋いちご狩りでございます。次に4番目の文化会その他ということで、これは私が企画するんじゃなくて、会員が企画してやってる、まあ、言うなれば勝手にやってる話なんです。勝手にやってる。で、ただし勝手にやってるったって皆さんを誘っていくんですよ、やってる話です。旅行で海の幸、山の幸ということで伊豆方面に行きました。これはあの自分たちで作った豆腐をですね、天井に食わせてるところです。それからこれは川越の方に行ったやつ、あるいはミステリーツアーということでですね、奥茨城村に行ってきました。怒られちゃいますけど、そんなことですね、あの茨城の奥の方に行くとおやきを作るとこ、そして抹茶を飲ませてくれる、これみんな行き先を全く捨ててて、
どこ行くか分からないというミステリーツアーでやった話でございます。個人的にはですね、この写ってるメンバーで青春68切符って書いてありますけど、青春18切符っていうのありますよね。我々言ったこの6人がたまたまこの時の平均年齢が68歳だって、青春68切符の旅ということで行って、駅員にこう言った方が言ったら駅員が笑ってました、ね、だからまあこういう旅もいいんじゃないかなと。それからこれは私の写真なんですが、高原列車の旅、同じメンバーで高原列車の旅っていうのを行ったんですが、その時に私の向かいの方がちょうどポケモン GO が発売になったすぐ後です。石川さんのところにポケモンが止まってると私は全然わからないんですよ。見えないんですから全然。相手の人はもうポケモンがじゃあ写真撮るからって撮って送ってもらったのがこの写真でございます。ポケモンもこうちょうど今はもうちょっとあまり聞きませんけど、当時はみんながこのポケモン GO を一生懸命やってた時の話でございます。文化街でグルメ文化街っていうのがあるんです。美味しい話でございます。うなぎを食べに行ってきました。このうなぎいくらだと思いますか？2匹が乗ってます。ちなみに2500円です。成田の方です。ここに私は一度しか行ってませんけど3回ぐらい行っております。それからホワイト餃子、まあ、あちこちにありますけど、ホワイト餃子の野田の本店、こういったおにぎりみたいな形のホワイト餃子、ここにも行ってきました。ここも2回ですか行ったのかですね。なんでホワイト餃子っていうとですね、別に餃子が白いからホワイトっていうんじゃないんですよ。そもそもここの一番最初に作ったところの人が中国行ってですね習った人の名前がパクさんっていう、白い字書くでね、パクさんっていう方からこのやり方を習ったんでホワイト餃子と命名しましたということです。はい。それから俵ハンバーグ、鹿児島産の黒毛和牛 100% のハンバーグです。これはこれ結構ここでも2000円ぐらいするんですよ。ミノモンタの愛の脱出作戦、なんとか愛のなんとか脱出作戦とかってテレビありましたね。要するに潰れたとこの飲食店を 再興させるんですが、もう相当前ですけども、ここで取り上げたお店でございます。結構行ったらもう何組もいて、我々は19番目かなんかの入った結構人気なところでございました。他にカラオケ、私は行ってませんけど、カラオケ行くと6時間やってるんだそうです。6時間ですよ、ぶっ続け6時間っていう。好きな人は好きなもんだなと私感心しますけど。それからテニス、これは私も参加してますけど、今度軽井沢行って合宿をやろうということで品種も決まりました。結構赤井さんもいいですよ、軟式ですけど。それからゴルフ、これも定期的にやってるですね。他にハイキングとかこういった文化会になります。はい、で最後の方になってきましたけども、広報どんなことがやってるかというと、ぜひ見ていただきたいのがブログです。で森橋親父の会と入れて検索してみてください。いろんなのができます。この中にいる方も出てきてますよ結構。で、そもそもは最初はですね、紙ベースのその、広報誌じゃなかなか宣伝にならないからネットでやったらどうだということでネットで始めました。でいろいろあって、今はですねいろいろな方からご助言その他もらいまして、まあ親父の段階の親父の生き様そのままで日記だからいいんじゃないかということで、特に料理を入れた方がいいよということで女性向けに料理なんかも入れております。ぜひ、ネットやってる方は森橋親父の会で検索していただきたいと思います。それから広報誌です。広報誌は紙ベースでやっておりましたが、今変わってちょっと書き方が変わりまして、非常に充実した中身で素晴らしいやつでございます。前段の部分はネットでも公開したんですが、今は会員しか配っておりません。まあ、非常にもったいないなというような感じがします。それからラジオでもですね、アットダウン守屋、これでも2度ほど
この親父の会の紹介をさせていただいております。最後に課題ですね。まあ先ほど見ましたように役員がこういうふうに変わってきますが、この後どうってなっていくのかなと。これ点が一番こうクエスチョンが入ってたんですよ。クエスチョンが適応しないですね、この企画ということで、まさしく課題のあれと同じような感じしますけど、はい。で最後に一枚の写真、これはおまけでございます。どこの写真だと思いますか？京都。あ、京都、正解でございます。京都の三条大橋です。三途の川じゃありませんよ、三条大橋です。で私の趣味で趣味というのが、東海道五条山地、お江戸日本橋から歩っていかいまして、40日でここへ今年の6月の20日に着きました。着いた当日32度という非常にあったかい日だったんですが、暑い日でしたね。で私40日かかって行って2度目でございます。一度は現職の頃にですねやって、23日で着きました。23日行くと1日20数キロ歩かなきゃいけないんですけどね、この時は40日ですから10キロちょっとぐらいかなということで行きました。距離にして、450キロ歩数にして80万歩、金額は35万円かかりました。1回目にやった時が30万で、今回35万円ですから、まあ品種が増えたけど少なく済んだかなというのは、行って途中この鉄道とか宿とか泊まるわけですけども、鉄道がですね、ジパングという3割引きになるあれを使ったんですね、今回は。だから安く上がったのかなと、こんな感じをしております。はい、ということでご清聴ありがとうございました。以上でございます。司会がいないんで私が受けます。ご質問等ありましたらよろしくお願いいたします。お手柔らかにお願いします。私の答えられる方な、答えることなら何でも結構でございます。何かございましたら。はい、はい、お願いします。小野寺と申します。はい、大変参考になるお話ありがとうございました。聞いててですね、あの石川さんの、まあちょっと石川さんとも意識あるんですけど、非常にエネルギッシュなの内容だったので感動したんですけど、石川さん本人をこう揺り動かしてるっていう、そういうエネルギーっていうのは一体何なんですかね。私のお話の聞き方の端っこの方にちょっと参考にしたいと思うんですけど、もしよろしければ。ありがとうございます。非常にいい質問ですけど、とてもテニスはですねかなわないんでですね、まあ生き方はちょっとぐらいその小野寺さんに近づいてるかなという感じでございます。答えになるかなのか分かりませんけど、テニスではですねとってもかなわないけども、こういったところじゃいくらか同等近いかなっていう感じしますけど、別に小さい時からの話ですから同じような質問を受けたこともあるんです。で私60歳前の現職はもうすっかり忘れてしまったんですよ。何をやってたんですね、忘れることにしてるんです。一歩も戻らないこと、だから今から先のことだけを考えていこうと思っておりますので、これはと思ったことはすぐ行動に移すことにしてます。あまり考えないんですね。考えてもしょうがないな。まあとにかくやってみようと。やってみたらいい結果が出てくるんじゃないかというようなことで、やっております。だから何かなと思っても、なんて答えていいのか知らないけども、まあそんなところでございます。はい。すいません。ありがとうございます。テニスこれからもよろしくお願いいたします。はい。他にありましたら。はい。
これやと申します。はい、石川さんのこのバイタリティはものすごいなと思って今感謝して、まあ、前からは石川さんご存知なんですけども、すごい方の思いやりやるもんだなと。実はあの市民大学、私2回ほど受講しているんですけども、その市民大学と似たようなの地方公民館で盛り合い危機ガレッジの立ち上げたんです、はい、2年目になります。それで最初は公民館の方でいろいろ企画してもらったんですけど、2年目からは自分らで企画していろいろやりなさいって投げ出されちゃったので、で自分らでいろいろやったんですけども、なかなかその講師を見つけてきたり自分らでこういろんなところ行ったりしてやってるんですけど、会員がどんどん少なくなっちゃったり今困っちゃってます。で石川さんに、ね、これからちょっとアドバイスしてもらいたいなと思って私は大野地区旧の県庁になります。で大野地区でもいろいろこの立ち遅れてるのがかなりあるもんで、いろいろ市民の市民だね、住民の方とやっていろんなことやりたいと思ってもなかなか不気と踊らずって協力してもらえないんです。まあ私の実感が悪いかもなくしますけど、そういってちょっとこれからの点石川さんにアドバイス教育していただきたいなので、なんかいいことあったら教えてください。ありがとうございます。古谷さんのバイタリティには私の方がかないません。素晴らしいですね。今言いましたようにその公屋公民館じゃなくて地方公民館でねカレッジを立ち上げたとかですね、それからいろんな本を出したんだって私の方が尊敬しております。ぜひそちらの方を教えていただきたい方でございます。で私が少しでもですね古谷さんの役に立てるかなと思うのは名刺を作るぐらいでございます。はい、古谷さんの名刺を作らせていただきましたけれども、その程度の話かなと思いますが、まあ、これからも一つよろしくお願いいたします。答えになっていないかもしれませんから協力よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。他におりましたら、はい、お願いします。飯島と申します。いろいろなその活動をされているということを紹介をさせていただいたようなんですが、企画運営をしていくっていうところで一番重要なことって一体何なんでしょうか。いっぱいやられてるんでね、企画ってよく頭の中から次から次へ出てくるもんなんで、いつも関心を持ってるんですけど、どういう視点で、そういうものが出てくるんでしょうか。はい、ありがとうございます。もう空っぽです。頭の中何もないです。もう知恵はなくなりましたんで出せって言ってももう出てこないかもしれませんけども、とにかく何か思いついたらですねまず行動に移してみるというのが私の主義でございます。何でもいいからとにかくやってみる。ふと思ったら電話をかけてみる、あるいはネットで見てみるとかですね、そういうようなことを思っています。そうするとそこからそれから人と人の出会いですね、一番最初にどこかで知り合った方と大事にしておくと、そこからまた輪が広がっていくというのかですね、そういうあれがあるんじゃないかと思います。ですから一番最初ボランティアを始めた時にですね、さっき言いました出前サロンに行ったら私が一番60歳ですけど一番若かったんです。だから使いっぱし、一番若いんです、60歳で使いっぱしです。毎日印刷に行ったり用紙を買いに行ったりですね、そんなことばっかりやってると、そこの先で公民館の方と知り合ったりですね、他の方といろんな知り合って、それからだんだん声をかかっていって、こういうことをやってみないかとかいろんな知識が入ってきたということでですね、自然に広がっていってしまったのかなと。だから声にいやそこで遮断してしまえばそれまでの人間じゃないかと思うんですけども、私はそれを大事にしていって、いろんな意見を聞いたらどん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 広がりすぎたかなというような感じしてます。
まあ、むしろ私よりももっともっといろんなことをやっている方もいると思います。ただ私は気楽なのは全てボランティアですから、ですから非常に気楽だなと。責任だけはきちんと果たさなきゃいけないけれども気楽にやれるような、いろいろ感じをしています。だから皆さんとの、まあ言葉ではね、出会いを大切にとかいろいろありますけど、なんとなく広がってしまった。ですからさっきのひな祭りだってなんとなく押されて、なんで私がやるんですかというようなことでですね、非常にそう思うでしょ。普通女性、優秀な女性がいっぱいいるのにね、なんで私がのこのこ出て行ってですね、まあ後で聞いたら怒られ役みたいな、まあなんていうんですか、皆さんからのいろいろ文句をこうはいはいってこう聞いてればいい役みたいな感じだったんですけども、そんな感じは受けております。まあ答えになってないかもしれないけども、あのあんまり私をいじめないでください。あと言ってください、はい。あのいろいろなサークルの活動のされている方のお話を聞いてですね、どのサークルも共通して言えることっていうのは、組織人員ですね、だんだん高齢化してきて、人が一人で見つかりへんということで、なかなかその組織人員をですね、維持確保するのは大変難しいですということはあちらこちらでこう聞くんですね。で、先ほどあの親父の会っていうのは初めは10人程度で始めてたものが、あ、不鮮明なところはあるけども今は約30人ということで、人数が増えているということで、大変特殊な状況にあるんではないのかなと思っておるんですが、人数が増える、組織人員が増えるということのポイントは一体何なんでしょうか。厳しいことを聞きますね。これは私が特別この勧誘したわけでもないし、まあ自然の流れでこういうあったんで、私は自然体で、私自身はですよ、他の方はいろいろ努力してるのかもしれませんけど、あの会員の中でですね、私自身は自然体でやってるつもりですし、まあ要するにこの世代は人が多いんですよ、はい。今が一番ピークじゃないですか。これからね、人がとにかく普通の倍から3倍ぐらいの人がいるわけですから、だから守谷にもね、新しい葬儀屋さんができちゃったじゃないですか。毎日のようにうちにこの昨日もね、航空会って今日また今日航空会ですね。だからそれは一つのこの年代用の需要を見越しての話じゃないかと思うんです、はい。だからね、あのびっくりしちゃいますよ。あのなんだ、昨日来た人がまた今日来てるよと、要するに招待状、ご招待状っていうのを配ったりとかね、死ぬ方にご招待状っていうのいらないだろうと思うんですけど、そういうのを、まあ、要するに人員が多いから需要が見込めると、はい。だからその余波じゃないけど、そういった流れの中じゃないかという気がしますし、まあ人員が多いかどうかっていうのは私はどうでもいい話じゃないかと。その人がね、充実して生活ができれば、楽しければいいんじゃないかなと、はい。だから私京都の方に歩いて行ってる時は、京都の三条橋じゃなくてその前に三途の橋を渡るかもしれませんよと、そういう話を皆さんに言ってたんです。まだ三途の橋まで遠いですから、もう少し行かせてくださいということでですね、明日あたりぽっくり行くかもしれないです、はい。私も高血圧ですし、だからあまりカッカ来るから、あまりカッカしないように、気に食わないものはさっき言ったようにパッとやめちゃうんです、はい。ですから元の職場ももう一切関わりないし、一切ありしないし、もうあとは見ないことにしてます。一歩前しか見ないようなことにしてますんで、はい、はい、ありがとうございました。あと他何ありますか、はい、どうぞ。あの先ほどですね、はい、あの公野公民館祭りっていうことで、はい、今現在あのなんか鯉のぼり祭りみたいな盛大にやってますけど、その辺のところ関わり的なことは何やってらっしゃるんでしょうか。あの鯉のぼり祭りというのはまた別に南森屋のところで5月にやってですね、それから小屋公民館祭りというのは、まあ、あの公民館の昔からの流れでこうやっていく話だろうと思うんですけど、私はさっき言った小屋公民館ふれあい祭りに一度関わっただけで、その後一切関わってます。もう何回かあのいろんな計画をしてくれということがあったんですが、でその時やってきましたあの親子パン作り教室ですね、これのやり方を真似していいかということで、アクテオの山田さんという女性教員上がりの方、もう今もいるのかな、いたんですけど、その方から
そのまま使っていいですかって言うから、どうぞ使ってくださいと、私の先輩特許でありませんのということで教えたことはありますけども、今そういうあれ その関わりっていうのは持っていません、かといって喧嘩してるわけじゃないですよ。あそこにいる今館長さん変わったんですけど、下田さんという女性がいるんですね。もう最初からアクテオの職員でやってます。あの方欅台の方でですね、いろいろお祭りの時も協力していただいた方おりますし、行ったら挨拶はしますけども、祭り自身には関わりありません。ただその時知り合った方のサークルの方とは今でも息の合った方ってちょっと怒られちゃうかもしれない。その時役員やってた方とはうちのサロンにも来てもらってますし、いろんなところで、関わりは持っています。祭り自身には関わりはないです。はい、以上でございます。よろしいですか。松本会長にはいろいろその、なんですか、ここで少し桜の宣伝もしようと思ったけどすっかり忘れました桜ってどっちの桜をすればいいのか、なんかね、桜の森や桜の会の会長が一番前に座っていると、それ自身が桜じゃないかなと思ってまあ冗談は別にしました。他に何かありますか。なければちょうど時間ちょっと前になりましたので終わりたいと思います。今日はありがとうございました。